あ、あるね。キロっとこ。あ、進んでる。また会ったね、お嬢さん。今日はそういう巡り合わせなのかな。そうなのかもしれませんね。今日はこの前の続きをやろうか。うわぁ、華やかさが欲しいという話だったね。そうそう、前はね、品性の話をしたんですよね。いや、これ楽しみだった。これ、ちょっと失礼。失礼。なんですか、うん、顔立ち自体は可愛いね。うわ、レイナとは異なるが、君らしい素朴さがある。これ覗き込まれてるってことですか。うわ、こんなん意識しちゃうよね。何が不満だ、何が不満だ。いや、褒めてくれてるよ。素朴さって、いや、可愛さがあるってことも言ってるし、何が不満なんだ。悪口ではないよ、むしろ褒め言葉だ。女性はなぜか派手に見えるほど価値があると思うようだが、あと君は目がいい、輝いている。それは武器にしないといけないね。ああ、なるほど。それじゃあどうしようかな。どうしようかな。この前の話に近くなってしまうが、ちょっと立ち姿を見せてくれる。そう、本当にマナー講座になってない、これ。いや、まあでも信頼できるね。なんか言葉に知性があるおかげか、ローさん何喋っても本当に納得できるわ。なるほど、もう少し肩を開こうか。顎は引いて、お腹を引っ込めて、はい、お腹、綺麗だよ。ああ、姿勢から正すわけですね。そして笑って。もう少し自然に。いきなり笑ってって言われて。君はとても可愛いよ。うわ、自信を持って、少し目に力を込めて、世界すべてに挑む気持ちで。そう。へえ。これ指導の合間にとても可愛いよとか入れてくるの、本当に上級者って感じだな。あ、でもアスカ、そうね、目は綺麗、本当に。いや、目は綺麗って違う、他のところも可愛い、可愛いんだけど、綺麗な目してるっていう目の付けどころはさすがですね。いいね、とてもいい。やった。今の君なら街を歩けば目立つだろう。嘘、姿勢だけで。私の言葉が信じられない。本当？でも本当だよ。前回君に振る舞うことを教えたよね。同じように自分に対してもアクションしていこう。ああ、そう、あ、振る舞うっていうのは周りに対するアクションってことか。うん、わかりました。確かにこうしているとなんだか気持ちもパッとしてきます。そうだろう。うん、では今日はこのままカフェテラスへ行ってみないか。え、実地？周りに人がいる状態で、君がどこまで見せたい自分を演じられるか試してみたいんだ。おお、すごいな。結構ステップアップしてない？もちろん、行くか行かないかは自由だよ。なん？君は私とは異なる考えの持ち主だしね。うわ、そんな行くに決まってるでしょ。もちろん行きます。いい返事だ。それじゃあ、私と腕を組んでくれるかい？腕を組んで、美しい君をエスコートさせてほしいんだ。え、なんだろうな、カフェテラス行くっていうのは選択させてくれるのに、腕組むっていうのは選択させないんだ。うわ。ねえ、ロレンツォ様と一緒にいるの、女王候補様だよね。せやで。ダメ、私の方に品格がないわ。だと思うけど、なんかちょっと雰囲気変わったよね。品があるっていうか。あら、そう、ありがとう。ちょっと恥ずかしい。下を向かないで、お嬢さん。うん、そう、そうやって胸を張って、
君はとても素敵なのだから。ここで名前呼ぶか。そうですか。軽く食事をしようか。いい？ちょっとそれさ、ご注文はお決まりでしょうか。イラストでないの、こういうの。私はこのセットを。君は？同じものでお願いします。かしこまりました。今のは良かったね。いつもの君なら、あ、同じものでというところだ。そっか、確かに。細かい気の使い方をして疲れるだろうが、いずれ慣れるよ。大丈夫。うわー、いや本当にこれすごいね。指導されてる、いや、いい先生だ。いや、ローさん選んでよかった、本当に。もう、ロレンツォはいつも人から見られることを意識して生きてるんですか？あ、まあこういうってことはそうなのかなってことか。もはや意識はしていないけど、そうだね。素の自分を見せているとは思わないよ。へえ。あ、じゃあもう、そっか、もう早い段階でこれをやってて慣れたんだね、言ったら。いや、このレベルになったらもう品格なんて華やかさなんてあなた。もう身についてるも同然。あ、そっか、これが身についてるってことなのか。私は守護星になる前、会社を経営していてね。は？中央星オールの中でも巨大企業だった。え？20代の頃でしょ？当然たくさんの人に注目される。そこで求められる私の姿と、自分が与える印象を一致させる必要があった。本当に覚えられないくらいの人が周りにいたからね。私に好意的な人も、悪意を持つ人も。ああ、そうだったんだ。欲を持つ人が一番多かったかな。それもまた楽しかったけど。ミランが喜びそうだね。へえ。いや、これ品格綺麗な女装が多そう。有名人だったんですね。そうね。いや、これ聞きたい気持ちはまああるけど、アスカはまあこういうこと言わないね。有名人だったんですね。そうだね。大げさではなく、中央星で私を知らない人間はいなかっただろう。そんなレベルで？そんな、え、マジで？そのアップルの社長レベルでそんな？華やかな世界に身を置くと、自然と裏の世界も姿を現す。そういう相手にはまた別の私を演じたよ。そうしないと負けるからね。シュリに出会ったのもその頃だ。あ、そうなの？まあ、彼は変わってないかな。ちょっとそこら辺の話もちょっと深掘りしてほしいな。守護星同士の話ってすごい楽しいからね。そうなんだ。シュリはなんだっけ、地下街ダンプのボスかなんかだったね、なんか。やっぱ裏の人間だったんだ。へぇー。あ、それほど華やかで刺激的な世界にいて、本当に守護星になったことを後悔しなかったんですか？まあ、ここまで出来上がってるのにね、ローさん。してないよ。金も地位も、すべて私の好奇心の結果でしかない。か言ってしまえば、私は到達した。オールで見られる大体すべての世界を見てしまった。かっこいい。大体す、ああ、そう。それは、そっか。そう思ってるんだ。だから守護星になった。もっと面白い世界を知りたかったからね。ああ、そうか。やっぱ知識欲がとてつもなく大きいんだね、この人は。いろんなことを知りたいんですか？知りたいよ。それが私の根幹と言っても過言じゃない。君は興味がないかい？自分の知らないことを全て知りたいと思ったことは。知らないことを全て知りたいか。
これでも物によるな。これ特定のなんていうの、このジャンルに対してはね、知りたいなーって思うけど、すべてか。ここでさ、あれ出てきてほしい。三択、首振るとか、首を縦に振るか横に振るかっていうやつ出てきてほしい。これ私だったら無言で聞くんだけどなー。テンション上がってるし同調しとく？ねえ、話の故障ちょっと。あります。私もいろんなことが知りたいです。そうか。ならば、次の知性も教えやすそうだ。あ、そっか。そうだ、最後に知性っていうのが残ってた。そうそう。しかし、これは欠点だとも思う。飽きてしまったら、そのものに価値を見出せなくなるからね。新しい立ち。あ、でも、まあ、確かにね、飽きてしまったら、もうその知識欲がなくなってしまったら、自分ってどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかありそうだもんね、ローさん。いや、あんのかな、わかんない、うん。君が私の言いたいことを理解できるかはわからないが。ああ、なんか言語化はできないけど、なんとなくわかる気がする、ローさんの言ってること。うん。守護星の仕事に飽きてしまったら、どうしたらいいだろうと怯えているよ。目そらしてるね。今のところその兆候はないけどね。よかった。飽きたら価値を見出せなくなる。なんだろう、ちょっと気になる。だからこの知りたいっていう気持ちが先行して行動力につながってるから、だからこの知りたいっていう気持ちがそもなければ行動しなかったっていうことなんだよ、多分ね。いや、だから、まあ、行動力あるのがそもすごいと思うけどね。その知りたいっていう根源がやっぱ強いんだろうな。同じこと言ってるけど、ロレンツは私のことをどういう風に見てるんだろう。あ、アスカ、ローさんに興味を示してる。ロレンツォの本心をまだ私は見たことがない気がするな。食事が終わったら帰ろうか。名残惜しいが、そろそろ仕事に戻らないとね。ああ、そうね。はい。うわぁ。うわぁ。いいイベントだったな。だからローさんは多分アスカにも興味があるんだよね。で、その上でアスカもローさんにちゃんと興味を示すようになっていったっていうイベントだね、これ。はぁ、いや、次楽しみだな、次のイベント。お嬢さん、君のことをもっと教えてほしい。君にとても興味があるんだ。うわぁ、興味があるんだって。いや、なんかやっぱ知識欲の方向がアスカにも向いてるんだね、やっぱり。じゃないとあんな構ってこないよね、多分。まあそう、もともと人にこう歩み寄れるように演じてるんかもしれないけど。いやー、おやすみ。女王候補様、お休みになりかけてるところ恐縮ですが、急ぎの話が。急ぎの話？え、なんでしょう？どうしたんですか？明日の朝するにはちょっと微妙な話ですので、今してしまいます。微妙な話なの？端的に切り込みますが、あなた、はい、特定の守護星様と親密になろうとされてますよね。え誰？あ、ローさんかな？ローさんのこと？こっちか。あ、そうだね。4段階目に来てるの一人しかいないね。親密に、まあ、まあ、そう、なるべくしてなった感ありますけど、そうですね。え、なぜそれを、
執事ですから。で、それなんですが。それで。いや、なんかいい感じにこう砕けてるのはいいんだけど。そうか。あくまで執事ですから、っていうことですね。面白くないな。あ、ごめんなさい。基本的に、女王は誰とも恋愛してはいけないという不文律があります。あ、そうなんだ。あ、なんか、あ、でもこれは聞いたことあるかもしれない。アンジェリックシリーズってこういう感じなんですよね。あの、女王エンドに行くか恋愛エンドに行くか、みたいな。なんかこう、そういう葛藤がある作品だっていうのをどっかで聞いた。誰がいつ決めたのかは知りません。女王としての力に影響が出るかもわかりません。前例がないので。なるほど。ただ、もし何か起こったらという懸念は拭えません。何度も言いますが、前例がないからです。ああ、だからこう、イニシエの、何、その規則的なのをずっとみんな守ってきてるんだ。何が起こるかわかんないから。なるほどね。いや、古い考え。だいぶ古い考えだけど。補佐官はそれに限りません。女王だけが特別なのです。あ、そうなんだ。へえ。あ、つまり、女王は仕事か恋愛、どちらかしか選べないんですね。そういうことだね。そうなります。これまでは。え？ただ、そうではないことを伝えるよう命令されたりもするんですよね。え？命令？誰かよ？これサイラス、いや、そっか、サイラスさん、まだ全然正体明かしてないもんね。命令？ああ、すみません。こちらの話です。それで、ここからは、私個人の意見なのですが。はい。私は、前例がないからダメという状況が嫌いです。ああ。それはとても保守的に過ぎると思うからです。サイラスさんはね、なんか今までの発言聞いてもそんな感じはするね。自分の意志で、その未来へ進むことこそが幸せなんですみたいなこと言ってたもんね。誰かが新しい扉を開けないと、次の人が続けません。そしてその扉は、女王こそが開けるべきと思うのです。なぜバースに暮らすあなたとレイナ様が女王候補に選ばれたのか。私は、今までの慣例を打ち破る価値観をあなた方がお持ちだからではないかと思っているんですよ。ほう。ま、とりあえず伝えはしました。あとは、ご自分で解釈してください。夜分に失礼いたしました。おやすみなさい。ヒントを与えるだけ与えていっちゃったな。まあでもこれも意思決定っていうことなんですよね、サイラスさん。自分で選べと。恋か仕事かどちらかだけか。社内恋愛禁止令みたいだな。古い考えというか。寝ちゃうの。そう。いやでもなんだろうな。なんかこのアンジェリークシリーズって二十何周年の作品じゃないですか。このルミナライズって。なんかそれを、あえて自分たちから壊していきたいっていう、なんかそういう意志を感じますね。それをさ、地球から来た、その、人に変えさせるっていうのはなんか感慨深いな。なんて言うんだろうな。まあいいや、とりあえず寝ましょう。いやー、これで建物も建ちましたねー。やったやった。キープアウト？翌日誰も公園に来なくなる不思議なテープです。いや、物理なんだよ、公園のその立ち入り禁止とか。ねえ。おはようございます。本日の朝食は、会心の出来です。どうぞお楽しみください。あ、これ初めてのセリフだ。ありがとうございます。なんかでもさ、なんということでしょう。お客様同士が鉢合わせをされていますね。されてますね。どうしますか。中に入っていただきますか。というか入れていいですか。なんでかな。毎回面白いな。入ってもらってください。頑張ってみます。かしこまりました。ファイト！はい。
あなたとどんな時間を過ごそうか楽しみに思い来てみたのですが。はあ。ご都合はいかがですか。他に予定があればおとなしく帰ります。ここまで来といてよく言うような。お隣にもう一人男の人いるんでしょ。誘いに来た。今日は一緒に過ごしたい気分だったから。うわ、あんたはどう、気乗りしない？いやさ、二人ともさ、そう引く姿勢見せてるけど来てるんだよ二人で。ちょっとさ、いやー面白いなー。まあでもごめんね、ごめんフェリックス、ちょっとバージルさんは攻めると決めてるのだ。今日はバージルと過ごそうかな。そうか、まあそういうはっきり分かりやすい答えは嫌いじゃない。ごめんフェリックス。じゃあまた。はまたね。うわー、また後で行くわ。そうですか、俺はどちらでも構いませんが。どの口が。まあ断る理由もないだろうと思っていましたけどね。ん、あれ、これこの人こんななんか自信、なんかこんな自信かな感じだった。それではあなたの希望はありますか。嬉しそうだな。ああこれ選べないんだ、寮で過ごしたいです。うーん、バージルさん面白い人だな。カフェテラス行きましょう。そうですね、いいと思います。やった、行きましょう。アスカの声も上ずる。いやーいいですね。このカフェテラスにいるとやけに雰囲気にぴったりだとかイメージに合うとか言われるんですよね。いや言われるでしょう。何を話そうかな。そうですね、いやこの前のリベンジをしたいんですよ。嫌いな食べ物を聞いてもういいですかって言われる、あれをちょっとね回避したい私は。なのでね、でもちょっと待って、バージルさんのさ、バージルさんの、あ見れないのか、データベースどうだん。そうだな、身近なことって何パターンかあるのかな、セリフ的に。どうなんだ。いやでもちょっと今日は踏み込んでみよっかな。いや嫌に機嫌がいいしね。バージェさん、いやでも苦、マイナスなこと聞くのちょっと怖いけど、行くぞ。バージルの苦手な女の人ってどういうタイプですか。苦手な女の人ですか。特にありませんよ。俺の話はこのくらいですね。くそー、もういいですか。くそーこの後は公園の中を散歩しませんか。もちろんあなたの時間が許せばですが。よくこんな笑顔で話せるな。いや寮までお送りしますね。あなたと並んで歩く時間は少しでも長い方がいい。ありがとうございます。じゃあ会話もちょっと伸ばしていただけますか。遅くまでお付き合いありがとうございました。失礼しますね。うわーこの体力無駄にした感がすごいわ。バージルさん、え、このなんか近づいてくるのにこう秒で離れていくこの感じ、何なんですかあの人。なんなんだ。